これは日本のどこにでもいるクズで臆病で引っ込み思案でわがままな10歳の女の子荻野千尋が4日間の不思議の世界に迷い込む神隠しに遭う中で苦難に耐え誰かを愛し守り抜くそんな生きる力を目覚めさせていく物語です。荻野家は引っ越しの真っ最中、父親の転勤で緑が多い新興住宅地へ車で向かっていました。運転するのは父親、助手席には母親、そして後部座席には転校のお別れにもらった花束を大事に抱えて、うつろな表情で横たわる荻野千尋の姿がありました。それは風の心地よさにも暑さが残るある夏の午後の出来事でした。Thank you.
な静けさ。
走ろう。でも千尋の足が動きません。照明は魔法をかけました。そなたの内なる風と水の名において解き放て。
千尋は一人最上階にたどり着きました。極彩色の極めて悪趣味な洋風の部屋にいたのは、体と頭が二等身でフリフリのコルセットを着た大きな大きなおばあさんでした。この人がいわばのようです。千尋は早速頼み込みました。ここで働かせてください。バカなおしゃべりはやめておくれ。そんなひょろひょろに何ができるのさ。ここはね、人間の来るところじゃないんだ。八百万の神様たちが疲れを癒しに来るお家なんだよ。それなのにお前の家はなんだい。お客様の食べ物を豚のように食い散らして。ま、当然の報いさ。お前も元の世界には戻れないよ。小豚にしてやろうか。あ、石炭という手はあるね。それは10歳の少女が耳にするにはあまりに残酷な言葉の数々でした。震えている。でもまあよくここまでやってきたよ。誰かが親切に世話を焼いたんだね。褒めてやらなきゃ。誰だいそれは、教えておくれな。でも千尋が言うべきことは一つです。ここで働かせてください。なんだそれを言うのかい。ここで働きたいんです。ずらー
連れられてたどり着いたのは、千が一番信じたくなかった場所、豚小屋でした。今は人間だった時の記憶を忘れて眠っている二頭の豚に、千尋は見ながらに語りかけました。お父さんお母さん、きっと助けてあげるから、あんまり太っちゃダメだよ、食べられちゃうからね。美しい花園で落ち込む千に、白が優しく寄り添います。千の服を返してくれました。帰るときにいるだろうと白が隠しておいてくれたのです。その中に千が転校の別れにもらったカードが入っていました。千尋、千尋って私の名だわ。そう、千、千尋は自分の名前さえも忘れかけていました。白が大切なことを教えてくれました。湯婆婆は相手の名を奪って支配するということ、名を奪われると帰り道が分からなくなるということ、白はどうしても自分の名を思い出せないこと、そしてなぜか千尋のことだけは覚えていた。白がおにぎりを差し出しました。昨日から何も食べていなかった千尋を気遣ってくれたのです。元気をなくして食べられないという千尋でしたが、一口食べてみるとそれはもう温かくて美味しくて、両親を奪われ、生きていた世界を奪われ、名前さえも奪われて、見ず知らずの者たちからの理不尽に押しつぶされて、自分をなくしてしまっても千尋はまだ生きているのでした。つらかったろう、さあ食べ。白の優しいその言葉にずっと我慢していた緊張の糸が切れて、こらえきれない涙が溢れてきました。二人だけの秘密の時間が過ぎていきます。
千の初仕事は大雨の降る中始まりました。先輩の輪にしごかれながら床に雑巾をかけ、大湯を洗います。Thank you.
大丈夫か。カマジンにありったけのお湯を出すのに頼んできた最高の薬をおごってくれるって。リンさん、ここにトゲみたいのが刺さってるの、深くて取れないの。湯婆婆がそれに何かに気づきました。セントリン、その方は鎖紙ではないぞ。このロープを使え。ロープをトゲに巻きつけて従業員全員で引っ張ります。ゆや一同心を込めてせいや。大量の産業廃棄物でした。その最後のゴミが抜けた時、ああと気持ちの良さそうな声とともに全ての汚れがお湯で洗い流されました。そして静まり返った水面から古い大きなの面が浮かび上がってきて一言。よっかな。ああはっはっはっはとの声のともに大きな水柱が立ち上がり、2階の音から竜の姿になって飛び出していきました。あまりの出来事に悪気に取られた線が上を見上げると、神様たちが線を讃えて大喜びしていました。やんやーやんやばあばの部屋に着くと、今まさに
龍が湯婆婆の手下たちによって落とし穴の中で処分されようとしていました。白、ダメ、あっち行って。千尋が龍を必死に守っているところへ、湯婆婆の息子の巨大な赤ちゃん、トウがやってきました。今すぐボートお遊びしろ。お遊びしないと泣いちゃうぞ。泣いたらばあばが来てお前なんか殺しちゃうぞ。お願い、ねえ待って。お遊びしないと泣いちゃうぞ。ねえ待って。うるさいね、静かにしておくれ。突然別の声がしてきました。さっきの紙の鳥が一枚千尋に張り付いてきていたのです。その紙の鳥から湯婆婆の姿をしたおばあさんが現れました。でも湯婆婆ではありません。おばあさんの指を一振りすると大きな棒が小さな二十日ネズミになってしまいました。さらに指を一振りすると今度は鳥巻たちが寄り集まって棒の姿になりました。おばあさんが千尋に語りかけました。湯婆婆の双子の姉と名乗っています。どうやらその竜がお姉さんのところから大事なハンコを盗み出したというのです。博がそんなこと知ってない、優しい人だもん。龍はみんな優しいよ。優しくて愚かな。魔法の力を手に入れようとして妹の弟子になるなんてね。その若者は欲深な妹の言いなりだ。さあそこを解きな。どのみちその竜は助からないよ。ハンコには守りのまじないがかけてあるからね。盗んだ者が死ぬようにと。いやダメ。千尋が叫ぶと白い竜が起き上がり尻尾で紙の鳥を叩き割りました。と同時におばあさんの姿が霞んで消えていきます。と同時に千尋と二十日ネズミを巻き込んで竜は力なく落とし穴の中へ落ちていきました。
ロは力強く前を見つめていました。
魔法の力でも両親や鳩は助けられない。自分の力で何とかするしかないということ。あの、でもヒントが何かもらえませんか。私、ハット私、昔会ったことがあるみたいなんです。じゃあ、話が早いよ。一度会ったことは忘れないこと、忘れないものさ。思い出せないだけで。おばあちゃん、やっぱり帰る。だって、こうしてるうちにハクが死んじゃうかもしれない。お父さんとお母さんが食べられちゃうかもしれない。涙を流して訴える千尋を、ゼニーマがそっと諭します。まあ、もうちょっとお待ち。さ、できたよ。わあ、綺麗。それはキラキラ輝く髪留めでした。おまもり、みんなで紡いだ糸を編み込んであるからね。ありがとう。すごい名前、神様みたい。私も思い出した。千尋が私の中
積んだ奇跡を朝日が祝福していました。二人は手と手を取り合って湯屋へ戻ってきました。四日目の朝のことです。湯屋は臨時休業となり、最後の試練の時を待っています。みんなが見守っていました。待ちかねた湯婆婆が沈黙を破ります。ボウは連れて戻ってきたんだろうね。すると、チー突然かつかねずみは元の大きなボウに戻りました。約束は果たされたのです。千尋が最後の試練に挑みます。掟のことを吐くから聞きました。ふん、いい覚悟だ。これはお前の契約書だよ。こっちへおいで。そこには12頭の大きな豚が並んでいました。この中からお前のお父さんとお母さんを見つけな。チャンスは1回だ。ピタリと当てられたらお前たちは自由だよ。皆が固唾を飲んで見守る中、千尋が目を凝らします。ん？ダメ、おばあちゃん、この中にはお父さんもお母さんもいないもん。いない？それがお前の答えかい。うん。千尋は覚悟を決めました。さあ、答えは？
ドラの演奏会にお越しいただきありがとうございました。拙い部分があったかもしれませんが、楽しんでいただけましたら幸いです。何を思ったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、これからも頑張っていきますので、あと来年のね、ファンの会なんですけれども、来年のこととかも、ぜひ、お付き合いいただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ものすごいたくさんの人がですね、助けてくれて、なんとかこう演奏会になったんですけれども、一人ですね、ちょっと降りてこられないでですね、そこに上の聴講室にいるすごい仕事してくれた子がいるんですよ。団長なんですけど、団長全然あそこから出られなくて縛られたままなんですが、今日の照明全部やってくれた素晴らしい男です。彼にも拍手をお願いします。スタジオジブリというところと、久石譲さんの見事なお仕事にですね、敬意を表したいと思います。最後に1曲だけ、いつもロゴで出てくるふわふわの化け物のことを特集しておりませんでしたので、それをやります。久石譲さんのオリジナルスコアで、隣のトトロです。